手紙か。一つはかなりボロボロだな。あなたがこの手紙を読めるようになった頃、あなたが生まれてすぐ故郷のユグノアの地が魔物に襲われました。私はあなたを逃がすので精一杯でした。いいですか、心ある人に拾われ立派に成長したらユグノアの新興国であるデルカダールの王を頼るのです。あなたは誇り高きユグノアの王子、そして忘れてはならないのが大きな使命を背負った勇者でもあります。勇者とは大いなる闇を打ち払う者のこと。いずれこの言葉が何を意味するの。一緒にいてあげられなくてごめんなさい。無力な母を許す。どうやらお前の母親の手紙のようだな。そっちの手紙はどうだ。親愛なる孫へ。未来から来たお前に出会った後、わしは約束通りお前の道しるべとなるものを、ここ母親の手紙はもう読んだがの。あの手紙はお前が長さ、わしはあの手紙に従いお前をデルカダール王国に向かわせたが、辛い思いよ。なぜユグノアの地が魔物に襲われ、勇者が悪魔の子と呼ばれているのか。なれば真実は自分の目で確かめるしかない。東にある旅立ちの祠の扉を、それを使って世界を巡り、いいかい、人を恨んじゃいけないよ。わしは、旅立ちの祠の扉を開く魔法の石か。まあこれも乗りかかった船だ。俺もお前のじいさんが言ってた旅立ちの祠はと言いたいところだが、その前に俺の目的も果たさせてくれ。レッドオーブが移されたのはこの道の先にあるデルカダール神殿だ。よろしくね。おととい来やがれ。
行くぜ。ほら、やるじゃねえか。おいおい、どういう、一体誰がこんなことを。
たちの勝ちだ。俺たちの勝ちだ。おい。どうした？
おととい来やがれ。
ジバリア。 やるぞ。 やったぜ。 手こずらせやがって。しかし、なん。まあいいか。やっと手に入った。な。
諦めかけていたレッドオーブが今はこうしたお前と一緒にいればいつか俺の願いは果たされるだな。おっと、願いは何かって質問はなしだぜ。これは俺の問題だからな。さて、やることも全部終わったし、お前のじいさんが言ってた東にあるっていう旅立ちの祠に向かうか。